世界シェア 100%、 あの日本製品が海外で絶賛されています。今海外で日本のニッチ製品が世界の産業を裏から支配していると大注目されています。世界市場のトップシェアどころか市場を 100% 独占しているニッチな日本製品が数えきれないほど存在しているんです。ニッチと聞くと小さな町工場で作られているような需要の少ない製品を思い浮かべるかもしれません。ところがそんな製品が世界中の産業でなくてはならない部品として超重要な地位を占めているんです。中にはなんと宇宙で活躍している製品も。というわけで今回はそんなニッチ市場を支配する日本製品の数々をご紹介します。それでは行ってみましょう。ニッチという言葉を皆さんも聞いたことがあると思います。ビジネス用語ではニッチ市場とも呼ばれますが、具体的にはどんな意味を持つのでしょうか。ニッチとは特定のニーズに応える小規模な市場を指します。大手企業が手を出しにくいような未開拓の市場とも言えますね。実はこのような市場では中小企業やスタートアップ企業が活躍しやすい環境が整っているんです。ただニッチ市場は消費者との距離が近いため、その分高度な要求にも対応する必要があります。ここで成功するためには期待を決して裏切らず信頼を積み続けないといけないんです。実際にそうしたニッチな市場で信頼を積み上げ、その後大企業へと成長した例も多く見られます。例えば世界的に有名なファスナーメーカー YKK をご存知でしょうか。 YKK の売上はファスナーだけで年間約4000億円、世界市場のシェア 40% を占める日本の大企業です。しかしその始まりは1934年に東京都日本橋区柿柄町で開業した小さな町工場だったんです。当時服にはボタンが主流で、ファスナーという製品自体がニッチな市場を狙ったものでした。そんな中 YKK は少しずつ信頼を積み重ね、今や日本の H2A ロケット用部品や NASA の宇宙飛行士が着用する宇宙服のファスナー部品を手掛けるまでに成長しました。最先端の技術が求められる宇宙開発分野で活躍するというのはまさに信頼と技術力の証と言えるでしょう。日本にはこのようにニッチな市場に特化し世界で輝く企業がまだまだたくさんあります。技術の進化が目まぐるしい今日この頃、特に IoT や AI の分野ではこれまでの常識を覆すような革新的な製品が次々と登場しています。そんな世界の製造業を支えているのが実は日本のニッチな製品たちなんです。皆さんは日本電産という企業をご存知でしょうか。実は日本電産はモーターの製造で世界的に有名な会社。モーターといえばミニ四駆などで馴染みがあるかもしれませんが、日本電産が得意とするのはパソコンのハードディスクドライブや CD、DVD プレイヤーで使われるスピンドルモーター。このスピンドルモーターで日本電産はなんと世界トップシェアを誇っているんです。例えばあなたが好きな音楽や映画のディスクを楽しむとき、その裏では日本電産のモーターがしっかりと働いてスムーズな再生を支えてくれています。普段直接目にすることは少ないんですが、非常に重要な役割を果たしているんですね。さらに日本電産は自動車の電動化が進む中、電動パワーステアリング用のモーターでも世界一のシェアを誇っています。このモーターはハンドルを軽く回すためのサポートをしてくれるもので、快適なドライブを陰で支えてくれているんです。普段は目に見えない部分で私たちの生活を豊かにしている、まさに縁の下の力持ちといえる存在なんですね。市場では日本電産のモーターは信頼性の高いディスクシステムに欠かせない部品だと高く評価されているそうです。日本のニッチな製造業は高い技術力で世界中のさまざまな製品を支えています。例えば次に紹介する TDK、 この会社はスマホや自動車などに使われる電子部品を製造しているんですが、中でも特に強みを持っているのがセラミックコンデンサーと呼ばれる部品です。セラミックコンデンサーは電気を蓄えて放出することで電圧を安定させたり、ノイズを除去して必要な信号を取り出す役割を担っています。これがなければスマホも車もスムーズに動かないと言っても過言じゃないほど重要な部品なんです。 TDK の車載用コンデンサーは世界市場の約4割を占めており、自動車の電装化が進む現代において欠かせない存在となっています。さらに TDK は多種多様な電子部品を提供していることから電子部品のデパートとも呼ばれています。市場では電子部品で困ったら TDK に相談すると解決できるという声もあり、かゆいところに手が届く商品ラインナップで知られています。今後もますますの活躍が期待できそうですよね。さてここまで電子部品について紹介してきましたが、他の分野にも目を向けてみましょう。どんなに魅力的な商品でもパッケージが貧相だったり不便だったりすれば買う気がなくなってしまいますよね。包んで価値を、
日々新たな心で創造します。これは私たちが日常で見かける食品や日用品、医療品などのパッケージを手掛ける企業、富士シールインターナショナルの企業理念です。多くのパッケージを取り扱っているこの会社の代表的な技術の一つがシュリンプラベル、熱を加えることで容器の形にぴったりとフィットするラベルです。例えばペットボトルのラベルが容器にしっかり密着しているのを見たことがあると思いますが、それもこのシュリンプラベルのおかげ。しかも実はこの技術、富士シールが世界で初めて開発したものなんです。どんな形状のものでも美しく包み込むラベルは世界中のメーカーから引っ張りだこ。医療現場でもこのシュリンプラベルは大活躍していて、医療機器の管理が簡単になり医療ミスの防止にも役立っていると評価されています。知らず知らずのうちに私たちの日常に深く関わっている技術なんですね。日常生活でお世話になっている企業といえばもう一つ、川上産業株式会社をご紹介しましょう。皆さんもネットショッピングで購入した商品を開けるときに緩衝材として入っているプチプチを見たことがありますよね。あのプチプチを作っているのが川上産業です。緩衝材の代名詞ともいえるこのプチプチは実は日本で独自に開発され、同社が製造販売を行っています。現在もそのシェアは国内で 60% を超えており、デリケートな商品を守る重要な役割を果たしています。プチプチの種類はなんと100種類以上、その使い道は非常に多岐にわたり、中には驚くようなアイデアで利用されているケースもあるんです。2010年南米チリで起きたサンホセ鉱山の崩落事故で33名の作業員が閉じ込められた際、メンタルケアの一環としてプチプチのプッチンスカットという専用商品が寄付されました。鉱山に閉じ込められた人々が楽しそうにプチプチを潰している様子は当時ニュースでも大きく取り上げられ、記憶に残っている方も多いかもしれません。このプチプチは精神的な安定をもたらし非常に喜ばれたそうです。さらにプチプチはその軽さと柔軟性を生かし防災グッズとしても役立っています。東日本大震災や熊本地震の際には被災地で床に敷いてマットにしたり、寒さをしのぐために身体に巻いたり、寝袋としても活用されました。またたくさんの独立した気泡が集まっている構造から宇宙で使用するソーラーパネルの素材としても研究が進められているんです。普段の生活でよく見かけるプチプチが宇宙でも活躍するなんて驚きですよね。さて宇宙といえば意外な食品が地球から旅立った例もあります。それがホテイフーズコーポレーションの焼き鳥缶詰です。この焼き鳥缶詰、手軽に炭火焼きの美味しさが楽しめる商品として多くの日本人に愛されていますよね。晩酌のお供として常備している方も少なくないでしょう。2022年11月、このホテイの焼き鳥缶詰がなんと宇宙飛行士たちの宇宙食に選ばれたんです。しかも特別なボーナス食として、ボーナス食というのは宇宙飛行士たちが通常の宇宙食とは別に個人的に選んで持ち込むことができるスペシャルメニューのこと。過去にはラーメンやお餅、羊羹などが日本人宇宙飛行士向けに選ばれてきましたが、ホテイの焼き鳥缶詰は海外の宇宙飛行士たちが選んだという点が特に注目されています。宇宙食用に作られた焼き鳥缶詰は機内で汁が飛び散らないように少し粘度を高めたり、宇宙では味覚が鈍くなるため味を濃いめに調整しているそうです。でも基本的には私たちがいつも楽しんでいるホテイの焼き鳥缶詰と変わらないとのこと。宇宙へ持ち込める物品には厳しい重量制限がありますが、その限られたスペースの中で自国の味を楽しみたいと願う宇宙飛行士は多いはず。そんな中でホテイの焼き鳥缶詰が海外の宇宙飛行士に選ばれたことはとても嬉しいニュースですよね。選ばれたのはタレ味と柚子胡椒味の焼き鳥缶詰。これは宇宙飛行士たちからも日本食が愛されている証と言えるでしょう。さらに同じくボーナス食としてロッテのキシリトールガムや福井県立若狭高等学校が開発したサバ醤油味付け缶詰なども宇宙へ運ばれました。日本の人気商品は単に美味しいだけではなく宇宙食としてのニーズもしっかりと満たしているんですね。そんな中 NASA からは日本の宇宙食提供に対して感謝状が贈られました。アメリカの宇宙飛行士たちからは、ミッション中に提供された日本食には深く感謝しています。これらの食事はクルーの健康と士気を保つために欠かせないもので、私たちの食生活をより豊かにしてくれましたとのメッセージが届いたそうです。日本の味が宇宙でも愛されているなんて本当に誇らしいですね。最後に世界で 100% のシェアを誇る YS テック株式会社の超高熱帯オーバーコードヒートプルーフについてお話しします。普段工場ではバーコードなどを使って生産工程を管理していますが、金属や陶磁器の製造現場ではこれまで高温の影響で通常のバーコードラベルが使えませんでした。しかし
YS テックが画期的な耐熱ラベルヒートプルーフを開発。この問題を一挙に解決し、世界市場を独占したんです。開発のきっかけは20年前に遡ります。 YS テックの元へカナダのアルミニウム製錬工場から500度 C のアルミに直接ラベルを貼りたいという相談がありました。当時そのようなラベルはなかったんですが、 YS テックは高熱対応ラベルの開発を決断。機材やインクの材料選びから貼り付け装置の自社開発まで多くの試行錯誤を重ねた結果、ついに耐熱ラベルとその貼り付け装置を完成させました。2004年、500度 C の高温でも使用可能な耐熱バーコードラベルと貼り付け装置が誕生。このシステムにより生産工程だけでなく出荷管理まで一貫して行えるようになり、ミスのリスクも大幅に削減されました。さらにこの耐熱ラベルには市販の熱転写プリンタを使ってバーコード情報を印刷できるので導入コストも抑えられます。ただし印字が消えないよう YS テック独自のインクリボンを使うのがポイントです。 YS テックはその後も顧客のニーズに応え続け、より高温に耐える製品や様々な素材に対応したラベルを開発しています。今ではなんと1200度 C まで耐えられる製品もあるんです。このような技術を持っているのは世界でも YS テックだけ。トレーサビリティの重要性が高まる昨今、この耐熱ラベルが世界36カ国で使われているのも納得ですね。次は世界で驚異的なヒットを続けているニッチな工具、ネジザウルスシリーズについてご紹介します。このネジザウルス、なんと頭が潰れたり錆びついたネジでも簡単に掴んで外せるという優れもの。ペンチのような形状をしていて、2002年の発売以来なんと累計400万本も売り上げているんです。普通工具が年間1万本売れればヒットと言われる中で、このネジザウルスは国内で年間30万本、そして海外でも10万本ものセールスを記録。まさに桁違いのモンスター工具ですね。主にアメリカ、ヨーロッパ、中国などで爆売れしています。そんな大ヒットを生み出したのは株式会社エンジニアの社長高崎光弘さん。ネジザウルスを日本のガラパゴス工具から世界に広げ、あらゆるネジの困りごとを解決するブランドに育てたいと語っています。ネジザウルスは現在も進化を続けていて、初代モデルは鍋型の鍋ネジに対応していましたが、現在はネジ頭が低く外しにくいトラスネジにも対応した4代目ネジザウルス GT も発売中。さらに波形のギア波を持つネジザウルス RX、 さらには水回りにも対応するモデルまでラインナップされています。アメリカ市場でも8種類の製品を展開し、2018年には約5万本を出荷。前年比で 60% も売り上げが伸びており、特に自動車整備のプロたちから高い評価を受けています。潰れたネジや錆びついたネジ専用のペンチはネジザウルス以外に存在しないので、こちらの分野ではもちろんシェア 100%。 今後もネジザウルスは世界のニッチな需要に応え続けていくことでしょう。世界中で活躍する日本のニッチな技術に対して海外からは様々な声が届いています。ここではその中から一部を紹介しましょう。あの YKK が最初は小さな町工場から始まったって驚きだわ。今や宇宙服にも使われるファスナーを作ってるなんて、本当にすごい成長ぶりよね。 TDK のセラミックコンデンサーが車の電装化に欠かせないなんて知らなかった。スマホや車がスムーズに動くのもこういう技術が支えてるんだね。日本電産のモーターがこんなにたくさんのものに使われているなんて知らなかったわ。本当に縁の下の力持ちね。富士シールのシュリンクラベル、ペットボトルだけじゃなくて医療機器でも大活躍なんだって。見えないところで貢献してるのってなんだか素敵だよね。ホテイの焼き鳥缶詰が宇宙食になるなんて、日本の味が宇宙でも愛されてる証拠だよね。 NASA から感謝状まで送られるなんて本当にすごいと思う。海外の人にとっても日本の技術が世界や宇宙で活躍していることは驚きだったみたいです。いかがでしたか？当チャンネルの感想ですが、これほどたくさんの日本製ニッチ技術が世界中で活躍しているなんてびっくりしちゃいました。世の中にはたくさんの商品がありますが、単に多くの需要を満たすだけでは生活は成り立ちません。職業や生活環境がそれぞれ異なる中で、小さな需要をしっかり満たしてくれる商品が存在することで世の中は成り立っています。日本のきめ細かな技術が世界のニッチな需要をしっかり満たし、そして世界を支えているんですね。今回紹介した以外にも世界のニッチな需要に応えている日本製品は数えきれないほどあります。ぜひ興味のある人は世界で活躍する日本の技術をリサーチしてみてください。きっと日本のことをもっと好きになれると思いますよ。よかったら皆さんの意見や感想も聞かせてください。それでは最後まで見ていただきありがとうございました。